サッカー指導者。現役時代のポジションはフォワード。屈強な体を生かした、ドリブル突破と左足のシュートが特徴の選手で、ゴールケアや野球などの愛称で呼ばれた。1984年には、バロンドールの投票で第3位。1985年には2位となった。1977年、デンマークのバンリューザイフから、 ドイツ分で3が一部の1、FC ケルンに移籍した。奥寺康彦とのポジション争いなどもあり、主力に定着できず、1年半後に、ベルギーのジュピラープロリーグに属する KSC ロケレンへ移籍した。ロケレンで頭角を表し、ロケレンの強靭の異名を得た。1984年、UEFA 欧州選手権1984、後に、 イタリアのセリエに属するエラスベローナ FC に移籍した。ここで、ハンスペーター・ブリゲルラと共に、リーグ戦初優勝に導いた。1998年に当時、デンマークスーペルリーガに属していたベイラビーケーに移籍し、1990年に引退した。デンマーク代表としては1977年6月22日に行われたフィンランド代表戦でデビュー。 1980年代中盤には、ミカエル・ラウドルップとにトップを組み、1984年に、フランスで開催された UEFA 欧州選手権1984では2得点を挙げて、ベスト4進出。1986年に、メキシコで開催された 1986FIFA ワールドカップでは、グループリーグ第2戦のウルグアイ代表戦において、 ハットトリックを決めるなど4得点を挙げて、決勝トーナメント進出に貢献した。なお、ワールドカップでは、ベスト16で、スペイン代表と対戦し1から5と大敗を喫したが、自身はこの大会で評価を高めた。その後、1988年に、西ドイツで開催された UEFA 欧州選手権1988に出場し、 同年6月14日に行われたグループリーグの西ドイツ代表戦を最後に代表から退いた。デンマーク代表での通算成績は国際 A マッチ69試合出場38得点引退後、1995年から1996年までデンマークスーペルリーが所属のシルケ・ボーイフで監督を務めた。その後は解説者に転身し、 ブライアン・ラウドルップらと共に UEFA チャンピオンズリーグの解説を務めている。プロ選手らしかぬ行動が話題を呼び人気のある選手であった。ヘビースモーカーであり、スピードカーの愛好家であった。スピード狂であり、自ら乗用車を街中で運転してもとてつもないスピードを出すことで知られていた。ハンス・ペーター・ブリゲルは、ラルセンとのドライブ後に、 生き延びることができてよかったと発言している。このようなドライビング技術からクレイジーホースとのニックネームでも知られていた。ありがとうございます。